正方形の頂点を、順に赤、青、赤、青と塗る。赤い頂点を赤い線で、青い頂点を青い線で結ぶ。ああ、正方形の内部にしか線は引けない。じゃあ、赤線と青線は交わるね。もし交わってはならないとしたら、結ぶことは可能か？は？どう考えても無理でしょ。そうか？え？だってさ、赤を結んだら、青い点が赤線の反対同士になっちゃうから、無理だよ。絶対に？え、え？正方形の左下の頂点の座標を、マイナス1点に、マイナス1点に、右上を、1点に、1点にとする。妙に細かいね。表示上の都合で、深い意味はない。まあいいよ。で、赤と赤をどう結んだら青と青も結べるの？そうだな、とりあえず見せてやろう。じゃじゃん。は？真ん中は、位相幾何学者の正弦曲線。それ以外はただの線分だぜ。y イコールサイン x 分の1のグラフか。それと原点を合わせたものが位相幾何学者の正弦曲線。ちょっと待って。原点はグラフの一部じゃないってことは、原点で切れちゃってて結べてないんじゃない？切れていないと主張してみる。原点を中心とする小さな円を描く。もし、円が十分小さければグラフと交わらないというなら、原点とグラフは連結でないと言える。さて、今回はどうだ？このグラフ、原点の近くで無限にうねうねするから、円をどんなに小さく描いても無限回交わっちゃうね。というわけで原点とグラフは連結だぜ。なんかもやっとするけど、これで結べてはいるのか。とりあえず青い点も結んでおく。大体同じ結び方だが、グラフは上に 0.1 ずらして、原点の代わりに 0.1 下にある点を使う。この点も、青いうねうねと連結ではあるみたいだね。あ、もしかして赤と青が交わってたりしない？どこで？やっぱりなんでもないよ。絶対無理だと思ったけど結べてるみたい。やっぱりもやっとする。確かに連結みたいだけど、これってどうなの？固定連結っていう概念もあって、この結び方は固定連結にはならない。固定連結？どの2点 A、B を選んでも、F0 が A で F1 が B であるような連続写像 F が存在すること。どこからどこまででも歩いていけるって感じ？そんなとこだぜ。固定連結なら連結だが、逆は成り立たない。固定連結の方が厳しいんだね。ちょっと待って。この結び方だと赤から赤まで歩いていけはしないってこと？ああ、連結だが端から端までの経路は存在しない。なんだそりゃ。というわけで、結論。日本の交わらない線で赤点同士、青点同士を結べるか？の答えは、結ぶ、の意味が不明瞭で、それによって変わる。ただの連結で良ければ、さっきの変なので OK だね。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。